ト6コントローラーなくてもキャラコンできるのでは。そうなの？いや、なんか、俺に教えてくれるって人がいてさ、小学校の友達なんだけど、ウルイチっていう。そいつ格ゲーずっとやってて、今、リュウってキャラが世界で5位らしいんだよね。そいつがコントローラーでやった方がいいよって言ったから。今なんか、アケコンが弱いらしい。ね、なんかその、コントローラーを買って届くのが多分明日。俺、ストリートファイター6キーボードでやってるよ。え、釈迦さんなんだっけ？釈迦さんキーボード？釈迦さんはキメラ。キメラって。左手はキーボード、右手はアケコンの攻撃ボタン。キメラじゃん。何それ、やってることミャコさんと一緒だもん。ミャコさんもエーペックスをやってるよ。すごいね。これだ。ホリファイティングコマンダー。これがいいよって言われて。これ買った。友達おすすめのコントローラー。これ強い強いらしい。安定のホリ。あ、やっぱ安定なんだ。あ、スカっちゃうね。間違った情報が俺に来なくて。格ゲーはやるよ。俺は格ゲー、スト6のもあるけど、俺は見据えてるのは、ロル格ゲー。スト6は、まあ、息は長いと思うし、なんみんな手をつけたから、なんか、ちまちまやられていくゲームになると思うんだけど、8000のゲームだから、流行るまではないと思うんだよね。だからもしワンチャン流行るとしたら、ロル格ゲーとか無料格ゲーだから。ロル格無理。いや、ロル格無理だったらもう他のゲーム無理よ。だってポケモンの格ゲーあるんだぜ。ポケモンの格ゲーは有料だからね。無料の格ゲーだから。